どうしたんですか、博士。ダブルギアシステム。もう何十年も前の話だ。あの日の出来事が私とワイリーの文字通り歯車を狂わせたのかもしれない。当時大学生だった私たちはそれぞれのやり方でロボットが人間のパートナーとなり共存できる社会を作るため日々研究に情熱を注ぐ同志だった。つまり心を持つことで初めてロボットは人間の真のパートナーとなりうるのです。それはどうかな。たとえ心を持ったとてロボットは人間の道具に過ぎない。圧倒的なパワー、目にも止まらぬスピード、到底人の及ばぬ脅威の力を誇示してこそロボットは人々から慕われ認められる存在になる。それを実現するのが私が提案するダブルギアシステム。これを組み込めば全てのロボットがヒーローとなるのだ。しかし私はワイリーの研究に断固として反対した。ダブルギアシステムはロボットに大きな負担をかけてしまうだけでなく悪用された場合人類の脅威になる可能性があったからだ。そしてあの日の会議でワイリーの研究は凍結され、私の研究が進められることとなった。それ以来だ。ワイリーの思想が過激さを増し始めたのは皮肉なものだな。ワイリーの才能が暴走するのを恐れ必死で止めたことが逆に暴走を加速させることになってしまったのだ。そんなことがあったんですね。あの日ただ反対するだけでなくワイリーと共に歩む道を示すことができていれば。共に歩む道。ダブルギアシステムも正しく使えば人々を守る力になる。だが正しく使うには正しい心が必要なのだ。ワイリーが目指したあらゆるロボットをヒーローに変える夢の技術、お前なら正しく使いこなせるはずだ。頼んだぞロック。おっと、そうだ、大事なことを忘れていた。ちょうどラッシュのメンテナンスが終わったところだ。ラッシュジェットを使えるようにしておいたぞ。ラッシュや、ラッシュ、引き続きロックを助けてやってくれ。頼んだぞ。